伊藤忠商事はきのう、西松建設と資本業務提携すると発表しましたシティ・インデックス・イレブンスなどから145億円で西松建設の株式をおよそ10%取得しましたこれで投資家の村上義明氏が関わる投資会社などが保有する西松建設株はゼロになりました伊藤忠は傘家の建材メーカーなどと連携し建材の共同開発などを行う方針です